でもあんまり派手に動いて探されへんから辛いんじゃない？辛いよ。あれが分からないとちょっと。あ、右。おっと？あ、生首だけのやつか。お前、俺の生首落ちてるからな。なんとなく位置が見えてきたぞ。うわ、騙された。誰これ置いたの？お前、それ見間違えるってことは、お前、さてはこっち側以外あり。スタート。逃げてください。逃げる。いや、でも俺は逃げも隠れもしないぜ。いや、鬼ごっこ的には逃げなきゃいけないのか。いや、一旦ここにいよ。確かにその通りやな。隠れるのちゃうな、なんか。あ、俺はそうは言わないけど。なんで？先生はそうやって、いつも命を早く。大先生、たまにはちょっと最後まで残ってみへんか。ウェイ、まあ、スタートですけどね、行くバスはよかった。ウェイ、1位のウェイ、1位の。でも皆さん知ってますか、こうやってウェイウェイって言って仲良しアピールしてますけどね、あれ、うん、一方的にいじめられてますからね、チーズは。いやマジ部長、それ全然飽きないっすね。違う、俺は真実を告白してるから、あのあれやね、飽きる飽きないじゃないのこれ。あ、確かに。もうすでに正義の心に動かされてるな。そうそう。はい、何これ俺の欲しい。こう、あー、すっ飛べー、飛べー、熱かった。おかしい、地獄かな。何やってんの、あいつら。言うて、ええ年したおっさんが。お前、今の小学生以下やぞ、マジで。21歳。君ら何年生？あれ、光ってる。ほんまに光ってるやん。小学3年生。ほんまや、船んとこで光ってるわ。どっからどう見てもさやろ。じゃあ、あいつ殺しに行こうぜ。チーノ、お前、殺しに行こうぜ。よっしゃ、行こうぜ。殺しに行こうぜって言ってるけど、殺しに行こうぜって言ってるけど、3人いるから、絶対2人は殺しは持ってないよ。あ、こっちじゃな、ちくわがあんだよ。そうやぞ。お、こっちには透明化防止なんねん。あ、こっちは あとリッチやない、鬼や。透明化、透明化鬼や。透明化。大丈夫だよ、ね、人間よ。あ、なるほど。ワイユーがすぐ沖より強靭いかへんかな。わろた。いや、ビーコン流してくるぐらいの強靭の力、ちょっと俺見たいよ、逆に。確かにね、逆にね。ちょ、マジやれるもんならやってみよ。そんな度胸あんのかよ。言いながら内心ビビってんやろ、大先生。うん、いや、あれはね、むしろあん中に共犯者がいるからっていうパターンはある。あ、だから自分なんじゃん、自分なんじゃん。あー、なるほど。でも、思い出してほしい。おい、トントンやんけ、お前。流してくれってリピートされたら俺もそら行くしかないやろ。はい、どうぞ。お前行けよ、お前行け。どうぞ。あ、これショッピング。あ、ショッピング。これ。ああ、大先生が落ちて死んだ。あの光ってるやつ一人斧持ってて。え、なんか斧っぽいのあったよね。いやいやいや、俺ね、斧でこ、あのね。チーズ今何持ってるの？え、実は。なんでお前だけ死んだ？なんでお前だけ死んかった？いや、明らかに光って。え、ちょっと待って、大先生も死んでないよ。
え、大先生落ちて死んだよ。ほら、ここにあん。大先生はただただ落ちて死んだ。いや、大先生落ちて死んだろ。はい、光が明らかにシュッて、普通に逃げようとして飛び降りて死んだわけ。いや、でもショッピング、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 間違いなく俺たちは死んじゃえるな。そうそう、これはあ、トントーン、トントーン。信じられてるとこ申し訳ないですけども、僕もちょっとその持ってるもん、右左手に持ってるもん。あ、チーノや、チーノや、どこの知能か。いや、チーノか。あ、やっぱりあメンツは割れたけどって感じやな、これ絶望的やな、うん。どうすか、どうすか、どうすか、いらないっす、いらないっす、いらないっす。そう、透明かどころかよ。なんでお前持って、ちょっと大先生の遺留品か。大先生のやつパクったやろか。目の前にいんのに。シンマそっち行ったぞ、シンマがそっちに行ってる気がする。シュどうしよっかな、これ。ロボが取り逃がしたけど、まあ、透明化を使わせるということで。まあ、とりあえず、見つけた瞬間、俺が呼べばいいんだな。ありがとう。あ、そうだね。分かれて散策した方が、今のところはいい。いや、今のところはそっちの方が誰か一人ぐらいおるからと思って。俺、この状況になったら、さすがにみんな隠れるやろ。隠れプレイス探していくか。多分、走って逃げる方が困難やからな、このゲーム。うん。いやー、でもちょっとそろそろ、本を、ちょっと構えるか。あと90秒やしな。何使おうかな、何使おうかな、何使おうかな。中間違えた。おったで、おったで、おったで。ほらほらほら、目の前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 。いや、急だったな、びっくりした。いや、え、いや、あいつ泳ぐのせんのに水の中におんなよ。いや、おったっすか。参ったなぁ。うん、あ、こうやって持っとくわ。オッケーオッケー。いやまず一人。まず1人。歴史しよったわ。てか、ロゴロってあんまり位置変わってないんかな。そうでもないんかな。透明化で逃げてからそんなに、いや、彼はじっとしてる人間だと思うんだよね。いや、時に大胆に攻める。いや、じっと、彼はもう、か日陰でずっと、一人。お前なんか、それ、含みの意味があるやろ、お前。来いよ、今すぐにな。いや、こいつ力持つとうぜえな。おなしゃーす。いや、忘れてた、もうあれやん。もうあれっすね。あ、やばい、あいつら合流したわ。あ、だやで。いや、あれ、カンカンカンって。あ、お前の脳みそだいぶ足りへんみたいな。そうだろうな。いや、裏返した方が良くないですよ、これは。ワンチャンあったよ。ワンチャンあった、ワンチャン。いや、それと俺が言う。確かし。待って、全然見つからへん。そこそこ頑張って探してんねんけどな。でもあんまり派手に動いて探されへんから、くつらいんじゃない？つらいよ。あれが分かるならちょっと。右。おっと、あ、生首だけのやつか。お前、俺の生首落ちてるからな。んとなく位置が見えてきたぞ。うわ、騙された。誰これ置いたの。お前、それ見間違えるってことは、お前、さてはこっち側以外あり。あー、ショッピング、ビッケ見つかった。おー、ショッピング、ショッピング、ビッケ頑張ってくれよな。ショッピングだ。助けて。目の前だよ。どう目の前だよ。邪魔じゃないですか。見逃しましょうよ。目の前だよ。目の前だよ。目の前。あっ！あ、やったわ。え？あ、やば。あれ？は？え？え、何が起きた？あー、何をもってしてトントンやった？いや、そう、トントンが死ぬ理由が分からへん。どういうことなん、お前。いや、俺じゃねえし。は？理由が分からん。ちょっと待って、トントン。一体どういうことだ、お前。なんか今、でも爆発したときから、たぶんショッピクも行ったんだよな、これ。いや、これもショッピは行ったね。おい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 。わー、でもその後に絶対にクォーツが。そして。で、クォーツ取りに行きたいけど、どこに行くんだか分からへん。え？何お前？そういうことか。お前、お前。え？
誰に話したっけ、お前、トントン生きてんちゃうやろな、お前。いや、トントン死ぬ意味がわからんもん。いや、でも死んだんです、多分落としたんじゃない。いや、だって俺の顔があるとこやろ。うん、絶対ちゃうやん、落ちへんよ。もう、よっしゃ、俺はもう常識外に逃げる。常識外に逃げる。はぁ、一体どういうことだってばよ。常識外に逃げるじゃない、常識外。てかさ、マジでトントンはどうやったっけ。マジで、状況が分からへん、トントン絶対死なへんよ。そうだね、で、落下以外ありえなくて生きてるはずじゃないだよね。なんかトントン死んだんだろうな、多分。いや、これは死んだね。お前が死んだねって言うとね、死んでないように聞こえるんだよ。なんでやねん。それはだってお前からしたら死んでると勘違いしてた方がありがたいからやんか。まあね。うん。え、大丈夫、ほんまにあいつくら替えしてお前の横にもうトントンはいるとかない？それはない。トントンはしないはず。大丈夫。うん、なんなん落とすって概念、この辺ないよ。あー、なんか朝になりました。あー、これ終わりましたね。あー、あー、やっと戦える。あー、聞こえる。さあ、チーム体験なし、体験なし。いや、やっと来たね。まだチーノを探そう。体験なし。よーし、チーノは勝負や。うん、お前のターンのようだな。それのターンだ。なんで諦めムードな。お前かかってこういうぐらいのこと言ってほしいんだけど。さらばだ、俺に弓はない、そして剣もない。この意味がわかるな。なるほど、剣もない。俺はトントンにクォーツを預け。どうやってお前に近づけばいいのか全くわからない。ちょっと待って、トントンチームがどこにいるのかわかる。お前はどこにいるんだぜ。音がした。あー、え、もうまずどこ。もう俺見つけてる。あー、撃ってるね。撃ってるよ。ぴょんいーん、逃げろ逃げろ。おかしい。どこマジであいつ。どこ、どこお前。わあ、さっき一発で当ててたらかっこよかったのに。無理だよ。クソエイム。気持ちいい。気持ちいい。使ったか。あー、びっくりした。負けたんご。オーラさん、ごめん、死んじゃった。ここで見間違えたんじゃん、わし。2人は何が起きたの。チーノすまんな、俺が盾が岩を跳ね返す使用を忘れたばっかりに。あ、そういうことか。ラッキーパンチで殺せたんすよ、このクジラの中で。ここでやってたんか。ただ、死んで落ちたトントンの地雷をショッピーを踏んで、それでショッピーが死んだ。よし、クロスに入るでーって突っ込んだら、ビーコンって、あ、終わったって。俺ここでウェーって、やーって言って遊んでたら、そのまま羽が逃げたら、チンって、俺ウェーって言って、ここで爆発して。あれ、ほんまに反射で死んだんか、なるほどね。すごい勢いの連鎖反応で、ちょっと名シーンが生まれてしまった。ショッピー君が盾持ってたんだね。そういうことか。こう打った瞬間にショッピクの盾跳ね返って Y 死ぬ、ショッピク前突っ込んでいて回収やばーってなったから。そう、コントみたいな死に方してたみたいな。